私の出番よ。これが開演場。驚いたわ。中と外で全然違うのね。とても同じ場所には思えない。あれ、なんだか頭がクラクラするわね。全文明起源の遺跡だということを考慮してもあまりに独特です。博士、漁師の海とは一体どういうところなのですか？宇宙にある全てのものは漁師によって構築されているんだけど、その漁師には不確定性があるんだ。漁師が観測されるとき、無数の異なる状態にある平行宇宙からある一つを特定し、宇宙へと収束する。これが量子力学の中でも有名な多世界解釈なんだ。もう少し分かりやすく説明できないかしら。いいよ、例を挙げよう。僕たちの宇宙をコップに入った一杯の水としよう。その周りには似ているけど違う一杯の水が無数にある。今コップの中の水が溢れ、机の中心で水たまりになる。この水たまりはどのコップにも属さないけど、水たまりの水は全てのコップから来ているかもしれない。全文明起源の人たちは平行宇宙にこういった奇妙な次元が存在していることに気づいたんだ。彼らはこのコップの間の水たまりを漁師の海と呼んでいた。こういう概念はSF 作品でしか出てこないと思っていたわ。確かに信じられません。ただ漁師の海が存在している以上、理論上はそこを突き抜けることでもう一つの宇宙にたどり着けるということです。本当にそんなことがあり得るのですか？理論は所詮理論だよ。漁師の海の向こうに何があるかは誰も知らない。それに漁師の海に入ること自体極めて困難なんだ。開演場の資料によると、全文明の人たちは無数の実験を繰り返し、最後の最後でやっと漁師の海へとつながる扉を作り出せたらしい。それがこの遺跡というわけですね。その通り。でモアナキノはあくまで先住民がつけた呼び名であって、事実上は都市でも要塞でもない。これは漁師の海につながる巨大な転送ゲートなんだ。この転送ゲートの名前を開演の目という。今私たちがいる場所ね。ここへ来てからどうも調子が悪いと思っていたけど、それで納得したわ。ここが漁師の海への入り口だからなのね。長い年月の間、ここは漁師の海の侵食を受け続けた。その結果、人工的な建造物から今僕たちが目にしているような異形な空間へと変わったんだ。そして僕たちは1年ほど前に漁師の海を探索しようとある計画を実行した。結論だけを言うと、その実験は失敗した。今の人類の技術レベルでは漁師の海に手を出すのは危険すぎたんだ。その時僕とテスラは身をもって痛感したよ。それで探索計画は無期限休止になり、開演場も二度と実験に使われなくなった。けどまさかまたここに来ることになるとは思わなかった。門の向こうまで急ごう。何としてでもデザイアジムを取り戻す。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。壊しちゃうわよ。
や。つまんない。ここが突き当たりだよ。ここから先、漁師の海と同化しているみたいね。漁師の海に入るにはここに飛び込めばいいのかしら。博士、漁師の海に入る人選についてですが。うん、考えたよ。ここには僕が入る。君たちにはここの入り口をしっかり守っていてもらいたい。転送ゲートが開くとき、開煙の目が巨大な波動エネルギーを発生させ付近の崩壊獣を引き寄せる。それを防いでほしい。一人で行くの？漁師の海に入る資格は誰もが持っているわけじゃないんだ。テレサさん、肝炎城の内部に来てから体の調子がずっと悪いだろう。そうね、戦闘に支障が出るほどではないけれど。それが漁師の海に拒絶される人の症状だ。症状は人によって異なるけど、中には気絶する者もいるほどだ。この環境に適応できるのはごく一部だけだろう。無理して入ると二度と戻ってこれない。そうなの？見たところブローニャは平気みたいだね。けど実際に入ったらどうなるかはわからない。だから最も漁師の海を理解している僕が入る。本当に大丈夫なのですか？ああ、信じてくれ。フィールドワークもそろそろ終わりだ。今日はハイペリオンに戻ろう。これから忙しくなるぞ。で